さすが火影忍軍当主、我にここまでのダメージを与えるとはな。だが貴様はバカ。嘘。しかし嘆くことはない。貴様だけではないのだ。この世のすべては我を楽しませるためだけに存在している。さて、そろそろ食うか。ざけんなアホ。柳に一歩でも近づいたらてめえのドタマ勝ちは。獅子天葵、ただいま戻りました。おお、生きていた。無事生体になられたようで何よりです、森様。なんて言うと思った。僕はこれから一人で泳ぐよ。柳ちゃん、ごめんね。本当にごめんね。おい、お前。もう大丈夫だよ。僕がかけた精神操作は今解いてあげる。おい、やらせるな。殺せ。毒リンゴで眠らされた姫が目を覚ます。邪魔は野暮というものだよ。ユコ、葵、レッカさん、柳ちゃん、目が覚めたらこんな僕でも許してくれるかな。まだ友達だよって言ってくれるかな。当たり前だ、姫は絶対に友達を裏切らねえ。嬉しいな。ヒルコ、5分だ。5分だけ頼む。心得た。受けたからにはその300秒命を賭して食い止める。5分。こんな時になんで寝られるんだ。少しでも体力を回復させるつもりなのよ。え、レッカは天道地獄を倒すことを諦めてはいない。そのための5分。僕の初めての友達、死んでも助けてみせる。顔色が戻ってる。もうすぐ5分。何か忘れてはいないか。確かに見落としている気がする。重要な何か。希望は300秒。絶望に。レッカの地獄吸収隊、しまった。柳さん、まだ間に合う。新魚志向、希望が砕けた。姫を離しやがら。素晴らしい。これがあの娘の力か。みなぎる。
体が不死になっていくのが分かる。もうすぐ我は究極体として生まれ変わる。僕が戻さなきゃいけなかった、責任を取らなきゃいけなかったのに。泣き言なんて聞きたくねえ。まだ私は諦めない。柳！聞いてね、私ね、多分、きっと烈火のこと大好きだった。今さらこんなことぶっちぎっちゃってずるいよね。私今はもう全然そんなのないよ。けどさ、私が身を引いたからにはハッピーエンドになれってんだ。起きろー。でけえ声だな。協力目覚ましだ。あのタコ好きだったってのはショックだったぞ。ドモン、2番石島ドモン。あのよ、お前の絵本は下手くそだ。でも俺は好きだ。優しくてあったけ。ちまちま手伝っていた俺様の感想だ。夢を与える作家先生になりてんだろ。なろうぜ、起きろ。柳ちゃん、頭真っ白で何を言えばいいかな。お話ししてよ。笑顔が見たい。起きて。柳さん、聞こえますか。三鏡です。僕が初め復讐のことしか頭になかったし、仲間意識の強い劣化たちについていけないところもあった。でも彼らと共にいたから今の自分がここにいるんですよね。今間違いなくみんなと同じ気持ちです。起きてください。私の最後の居場所にさせてください。だよ、なんでだ。ついに一番欲しかったものを手に入れた。今宵より我は不死だ。哀れ、たかが小娘一匹の死に何という滑稽な姿か。これが今日まで我を脅かしてきた火影人間とは。もうよい、消えろ。死んだか。思えば発光の娘だった。ところで何だその無様な姿は。久しぶりだな、クレイ。
我がわかる。貴様の父であった我を覚えているか。今まで走り続けてきた貴様がたった一人の死でこうも情けなくなるのか。虫とは気に入らんね。キルレン。私はどれだけのものを失っても決して立ち止まりはしない。我をよく見ろ。この顔、貴様をイメージして作ったのだぞ。貴様はそこで止まってしまうのだな。てめえ、失望したよ花火師レッカ。レッカ、烈心を呼べ。烈心、すなわち主の父桜花殿が人間であった時の炎の方は不死鳥。湯の矢八式で柳を炎と変えよ。さこした柳を己の炎とするのだ。もうできることはそれしかない。いよ、柳の体が再び石化を始めた。魂の離脱を示しているのだ。完全に彼女の体が石化した時、魂は肉体を離れ天道地獄の一部となる。天道地獄は絵画でもあり森光蘭であり迫した柳でもあることになるのだ。ひどい。お主は天道地獄と戦えるか。それ以前、それ以前にお主はこの幼きか弱き娘に仲間たちを殺させたいか。悪鬼とさせて永遠の地獄を歩ませたいか。柳が一番望んだ場所はどこだった。奪われる前に奪え。聞かぬな。無力なりクレイ、我が最も恐怖した男よ。消えてなくなり。遅くなりました、クレア様。クレア様。見よ、レッカ。今お前はあの時の私のように問われた。愛しいものを奪われた苦しみ、悲しみ。紅が私の答えだ。貴様も答えを出せ、烈火。ドボン君が好き、フーコちゃんが好き、カオル君も三鏡先輩も、でも烈火君が一番好き。いつまでも一緒にいてね。ごめんな、姫。レッカ。答え出したから。行くぜ。竜の炎サスキ、ホムラ。出すんじゃないの。八式を呼び出すには特別の条件がある。条件？すなわち七竜同時召喚。今の烈火なら不可能ではない。ついに烈心を使う。親子の絆がいかに深いとて、かような不可思議な絆はあるのな。七代目おかげ当主。五色マドカ。途中で平板じゃねえぞ、ヘッポコ野郎。これでもマドカ様はおめえの力ってやつを評価してやる。見てるぞ、見せてみろ。六色ルイ。大好きだったよ、レッカ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。
切だ。気に入らねえ、気に入らねえ、気に入らねえ、天狗地獄とかいうガキ、気に入らねえ。お主が一番使うてくれたのはナダレと私であった。楽しかった、楽しかったぞ。竜の縁一式ナダレ。手を貸してくれんか、レッカ。握手。この右腕、この右腕が力を、勇気を、希望を与えてくれた。諦めるでないぞ、希望はきっと残っておる。竜の縁七式、さらば。知識熱心、王家様。何をしようとしている。どの道我を倒すことなどできぬというのに。烈火は答えを出した。それがどれほどの苦しみであったか貴様には理解できまい。烈火、かつての将柳殿の前世、桜姫を守りきることがかなわんかった。運命は皮肉にも時と世代を超え繰り返されてしまうのかもしれん。ただどのような結果になるかは見えぬ。柳殿の心は救わなければならん。行くぞ、烈火。見よ、くれない。
いなよ。どもあの子笑ってる、あんなに幸せそうに。行こう、行こうよレッカ君、一緒に天道地獄を倒しに行こう。柳が烈火の炎だよ。食え、我を食え、天道地獄吸収隊。聞いて烈火君、私ね嬉しいんだ。いつも守ってもらってばかりだった。今は違う。一緒に戦える。やだ、熱っ。くない、それどころか傷が治っていく。治癒、癒しの炎。何度言えばいい。燃える、壊れる。不死の我が天道地獄だ。あなたがその体を作るために奪ってきた人たちの命を癒します。成仏する魂とともにあなたが奪ってきた全ての力が消える。終わりです、天道地獄。嫌だ、嫌だ、死ぬのは嫌だ。消えろ。永遠の殺戮、永遠の欲望。円錐、さよならトキア。さらばだ。お疲れ様でした、ご主人様。幸せになってね、さよなら。魔導運が砕けていく。火影が終わるのだ。天道地獄という邪悪な欲望、野望が消えたとき、おかげに関わる全てのものが役目を終え、この世から消滅する。くれない、今日までよくぞ共に歩んでくれたな。お前のこと生涯忘れない、決してな。また会おう。くれ、わしを許せとは言わん。しかしわしは主を心より愛しておったぞ。カゲロウ、よくぞわしを忘れずにいてくれた。これからは己のために生きてくれ。おっかさま、やだ、冗談じゃねえ、消えんだよ。消えんな、お前が消えることねえだろ。泣かないでよ、烈火君。烈火、よくぞ火影を滅ぼした。そして
よくぞ我ら八竜の心を晴らし成仏させてくれた。火竜は消える、火影も消える、火影の力も消える。そして解放された柳殿の魂は、おかえり。ただいま。